はい、おはようございます。ただいまシア店では、秋のクリーンキャンペーン開催中です。当社指定の網エビに、ゴミ収集袋をつけております。また冷凍の網エビにも添付しておりますのでご利用ください。おはようございます。東の石畳、南足浜から参ります。いい天気ですね。風も気持ちいい程度ですね。で、時間は7時半、ガセ釣りですね。すごいですね、東の石畳ですね。先週ぐらい40枠釣れたよ。そうですか。全体的にまだ手のひらよりも大きいんでね、いい釣果でございます。刺し餌は無双ですね。サバさえ買わせればね、結構釣れますね。やっぱ配合はプレミアムとワンチヌスペシャルでございますね。お見事です。市の方もやっぱり相変わらずサバが多いですね。はい、ちょっと大きいのもいますね。サバばっかりですけども釣れてますね。いか釣りですか。朝早かった、おめでとうございます。7時40分サバが釣れましたね。これ大きいのだけ置いてんの。おお、大きいねこれ。すごいな。手が総合公園やってまいりました。もうサバ釣れてますね。これね、8時とか9時とかでもサバがね釣れてます。チヌも上がってそうですね。今日は良さそうです。ただね、こっちの北側もずっとパラパラとサバはね、こんな感じです。結構大きいサイズになりましたね、サバもね。あら、お見事ですね。うまいね。さっきの合わせすごかったね。ね、選手はお掃除ありがとうございます。ね、いつもありがとうね。これ持ちないよ、ほんなら。すごいな。釣りました、自分でも。どうですか、釣った。おめでとうございます。オレンジの浮きがなくなりました。8時ぐらいかな、今ね、お時間。あ、出てきた。あー、いますね。おー、8時でもサバが釣れております。よー、引きますね。釣れたね。やったー。やったでやったぜ。あ、取れた。取れてるわ。取れた。よいしょ。よいしょ。うわ。よう暴れるな。はい、入れとこう。こっちやで。はい、ありがとう。シアハマの石畳ですね。こちらにたくさんいるハゼがね、いっぱいいるんですよね。うわ、出てきた。しかもまあまあいいサイズ。ね。これは天ぷらサイズですね。ハゼがね、足浜も結構いるんですよね。石畳ね、ね、その辺ちょっとすごい近いところを浮き流したらね、結構釣れるんでね。来ましたね、サバ。おっ、来た。いろんなサイズいますね。8時過ぎですね、これね。おお、サバ来ました。おめでとうございます。おお、サバ、8時過ぎてもね、釣れております。殺気がなくなるかもしれないですね。はい、来ました。おめでとうございます。釣り中にお父さんまた釣れました。すごいですね。今日は、サヨリ、サビキですね。最初サビキでやってたんですけど、木がちょっと取れちゃって、こっちで下にサビキをちょっとつけて。型ですね。やっぱりちょっとなんか刺し餌刺した方がやっぱりね、大きな網つけた方が、針もちょっと大きいんで。なるほどね。大きい、大きいますね。こんな感じ、大きい網をこんな感じでつけた方が、はい、やっぱサバ食いはいいですね。食いはいいですね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、西側の石畳にやってまいりました。風はそんなないですね。ここはね、朝9時10時ぐらいまでね、松林のおかげで日陰なんで結構涼しいです。グレが狙えるコーポイント。
ぱね西側の人たち沢がね多くてグレーあたりがちょっと少ないですね。うん、沢ですね。わ、大きいな。持って。はい。ちょっと沢ちゃん見せてください。今日は釣ったんですか自分でも。あ、そう。ありがとうございます。今日は暗いうちの方が良かったみたいですね。グレグレグレ。グレ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 。あ、かわいい。かわいいですね、やっぱり。青い目で。こっち見てますね。おこれ狙いに行きたいですね。夜の方が釣れそうです。いやーすごい数のサバが釣れてますね。まだ生きてる、まだ生きてる、すごいね。締め切れてない。今日は自分で釣ったんですか？うん。おーそれ大きいね。見せて見せて、でかっ。こっち見せてください。うーわ大きいサバです。ちょっと浮き止めを矯正して二広にねやり直してゴー。あうまいね、お上手ですね。隣でお母さんママが釣れてますね。大きいこれ、ね、隣でお父さんの上巻き援護射撃がこれで魚がねバーって寄るんでね。お来た来た。竿はねちょっと上に上げようか。さあ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 、あうまいな。さあ上に上げて、はい。おーい上手でー。おほほほ、サバ飛んできた。おーうまいなー。すごいね、おめでとうございます。うわう。うえいすごいねー。大きなグレですねー。推定27。だたみふかせ釣りでガシラも来ましたね。今年はガシラ。いいかもしれないですね。